はい、タンタンです。原稿も弾きやすいし、非常に、おすすめができる、ギター、ご存知だと思います。AT ギターズのですね、ナンバーが47番になります。RV ですね。以前も1本RV 当店でも販売したと思うんですけど、新たに、1本入荷しましたのでご紹介します。こちらのギターですね、AT ギターズの中でも上位機種にあたる、RV シリーズということでエイジングという、ことになっております。フレンチポリッシュを全て施してあります。セラク塗装で最終仕上げを全部行っております。そしてアンティーク風に、ピッキングアートだとか手がこう当たった時のここの部分だとかがこう少しこう風格があって、新品なのにもかかわらず少し風格をプラスしたですね、おしゃれなギターと言えるでしょう。でスペック的にはトップがジャーマンスプルス、ドイツ松でございます。非常に反発のいい材を使っています。でサイドバックがこちらがですね、なんとオール単板の、ローズウッドを使っております。ですのでオール単板モデルという認識をしてください。ネックはこんな感じになっていまして、AT ギターズの、持ちやすいネック、やや太めの、まろやかなエッジが少ないネックになっております。これ海外 の作家さんだと比較的こうエッジがあったりするんですけど、やはりそこは日本人の方をこうある程度意識して作られている仕様になっているような感じのイメージがします。非常に持ちやすくてストレスがないようなネックになっております。でトップがこんな感じですね。もちろんエボニー使ってまして、こんな感じでちゃんと出ます。でヘッドにロゴが入っているといった感じですね。こちらはですね、まあ、いいところといえばやはりもう、ベントトップですね。こちらの方、ここからまっすぐになってて、ここから落ちる角度、このベントトップを国内でやってるアーティストってなかなか作家さんっていないですね。なので反発がよりそっと弾いた時の前に出るスピード感というのがやはり通常のフラットよりは違うと思うんですね。
で臨場感がとってもあると思います。感じますね。そしてポコポコした感じもありつつ、コーンと出る。できる、こちら AT ギターですね。テールピースも DR 使ってますし、彼の、得意な、サウンド作りをしているイメージがあります。やっぱり塗装を塗った後にさらに、杉落としてエイジングをしているだけあって、反応率も抜群にいいと、印象を受けましたので、ぜひね、バンバン弾いていただける方に ご愛用いただければいいかななんて思いますね。現在の原稿だけちょっとお知らせしておきますね。現在の原稿で幅でね、2.5 ぐらいです。1弦側が 2.0 ないぐらい、 1.9 とかそのくらいです。だからなおさら弾きやすい原稿かなと思うので、原稿高いのは高いのでいいんですけど、今度低いのも低いで、ギターの品質、クオリティが高くないと、やはり下げることっていうのができないんですよね。なので、下げてここまでの音の状態が出るってことは何がいいかというと、一つは弾きやすい。もう一つは、やはりアーチトップブリッジ採用になってますよね、このスタイルは。なので、高ければ高くするほど、こちらから押さえた位置、ここで例えば押さえた位置が0からこう落ちる、押さえた位置ブリッジから落ちるっていうところでのオクターブの狂いっていうのがより少ないので、より正確なサウンドが取れるというふうに感じるんですね。なのでこちらのギターはかなりおすすめができますね。はい、というわけで AT ギターズの、47番ですね、オールタンバンジャマントップの、RV 販売いたしますので、よろしくお願いします。タンタンでした。バイバイ。